はい、じゃあまず欲しいのは、センターバック、国立センターバックですね。あとはボランチ、ダイナモですね。で、あとは左サイドバック、黒沢。この辺を獲得できたら だいぶね、強くなると思うので、じゃあまたお金の無駄遣いしていきたいと思います。エージェント契約。松井京介に期待して星4を手に入れる。星4はやっぱり来てくれたら嬉しいね。お願いします。高いんだよな。高い割に来てくれなかったんだよ、 J1 の時には。さあ、でも星4とかって来ないのかな。林はね、あの偶然来たんですよね。お願い、星4いないか。ラリーベイ、レアンドロ、いやー、またダメか。何にも来ないよ。引っかかりもしないよ。頼んますぜ、ほんとに。はい。2月になりましたが、またしても、空振り。ちょっと松井京介ダメよ、俺全然。この人って全然出てこないんですよね。よし、じゃあちょっと、エージェント契約で、上位ディビジョンって言ってるからこれにしたんだけど、全然いいの出ないんですよね。なので、ちょっと、星下げるか。なんだろう、松井京介さんね。まずは、これで、3回連続空振りですね。いい選手が全く来ませんね。高いんだよなぁ。まあ、めげずにやっていきたいと思います。というわけで、J2 生活、7年目は J2 生活となりました。はい、じゃあまた、葛藤していきたいと思います。今度は J2 優勝できそうかな。はい、というわけで、ただいま、J2 第38節、ダイジェストで見させていただきますね。本当にね、申し訳ない。サムネのためなんですね。こちら、動画にさせていただきたいと思います。はい、ご覧ください。マグマグマグロン横浜1位と。そしてね、残り4試合を残しての中継。まあ、もうもちろん分かっておられると思いますが、サムネにするために J2 優勝のシーンをですね、ちょっと撮りたいなと。そういうわけでね、今、わざわざ試合を見るにしておりますけれども。はい、斎藤学。まあね、2年前の J2 を振り返ってみると、結構ギリギリでね、通過してたので、今回はね、だいぶ圧勝して、圧倒して、J2 を駆け巡っております。まあ、落ちた頃のね、正面に蹴る勇気。すごいな、大黒。まあ、あの頃とは比べて、単純に1000、2000ぐらいはね、もう数値上がってるのかな。星3の選手たちはほぼ各1まで持っていけてるので、ちょっとね、やっぱりね、まだ何人かね、各1したいんだけど、コーチがちょっとなかなか手に入んなくて、コーチって何で手に入るんだったか、もうこっちも分からなくなっちゃってね。前回もね、J1 で1勝しかできなかったことで、ミッションを手に入れてないから、もらえるコーチがいないっていうのもあるんですよね。さあ、もう盤石の2トップですね、大黒ドゥグラス。まあ、この2人で駆けまくっております。得点大争いは多分2人やってんじゃないかな。さあ、というわけで、これはわざわざ試合を見ている理由はサムネにするためなんですが、走ってくるでしょうか。はい、もう5点決まっちゃったもんね。トゥーリオ。もうトゥーリオしか出てこないもんね、今スカウトにね。はい、0対5。さあ、走ってくるかな。はい、来たー、優勝ありがとうございます。目の前にトゥーリオ。はい、じゃあこれをね、映させていただきたいと思います。これはサムネになるのかな。ただピンクになっちゃったね。ユニフォームがピンクだよ、もう本当に。はい、というわけで、残り試合ね、だいぶまだあるので、一旦カットしますけど、いっぱいしかしてないんですよ、これがまた。そらね、優勝できますよね。はい、じゃあシーズン終わりまで、カット。
あ、サムネにする。あ、まあいいか。さっきの走ってくるやつがいいよね。はい、これで高知、高知が5か。あ、6じゃないとダメなんじゃなかったっけかな。はい、ありがとう。ね、もうこれ辺はもう全部カットしていきましょう。割っていきましょう。まあいいでしょう、これも。得点は大黒だったそうです。あ、MVP も大黒だったそうです。さあ、多分入れ替わりになっちゃうのかな。あ、まず年俸が先ですね。ちょっと高くなっちゃってる？そうでもないね。155万。まあ払えないわけではないので全然いいでしょう。まあ、見るところもない。ダン。で、実はですね、ちょっと前回の J1 がですね、非常にやばくってですね、まあ、なかなか勝ちがね、続かなかったってこともあって、これ今回やりたいのはね、ちょっと、一風変わったことをやりたいんですね。ああ、ヴェルディ落ちてきちゃった。ヴェルディのね、あのミッション終わってないんです、まだ。はい、というわけで、やっていきたいと思います。あ、なんだ？あ、そうか。これで J2 のミッションはほぼほぼ終わりましたね。ただ J3 が残っちゃったんですね、4つほどね。これはちょっと残念ですが、運を天に任せるしかありませんね、もうね。はい、というわけで、これで一旦先進んでいいのかな。168万で何ができる？何かできるかな。ちょっとね、今回やりたいことがあるんですね。前回ちょっとあまりにも勝てなさすぎたってこともあって、1年まず残留をしてですね、さらにはですね、あのミッションをね、あらかたこなしていきたいんで、なるべく勝ちたいですよね。なので今回ちょっと1年間ドーピングしていきたいなと思っております。どうせまた選手なんか来ないでしょ。来ないんだよね。でちょっと、シーズンを進めましょう。 J1、 それをまず選択してからね。はい、じゃあ J1 と。これかな。よし、お金も300万まで増えましたね。では、こうなっておりますけれど。今回やりたいのはこちら。レンタル。ちょっとね、レンタルしていこうじゃないかと思っております。3人もレンタルするつもりはないんですけど、22万か。星5の選手っていくらなの？これ1年間だよね。45万。いや、ちょっと2人ほどちょっと取ろうかなと思ってたんですよね。で、今のメンバーからいくと、まあ、これで戦うことになると思うんですね。で、今、ざっとメンバーの能力をちょっと見ていくと、ちょっと左サイドがクロスターなんでね、ちょっとここは、ちょっとこのまま行くしかないんですが、ボランチですかね。カゼミロさん入れてきますか。ちょっとね、これも渡辺浩太になってるのは間違いだな。多分、これが正解だね。ちょっとセントラルミッドフィルダーのボランチがいるかどうかわかんないけれど。で、アタッカーですか。ハメスさんですか、じゃあ。そうだね、じゃあちょっとレアンドロ・ドミンゲスのところにハメスさん。いや、でもね、SWCC やってっからな。やりたくないな。なるべく日本人でちょっと考えてやっていきましょうかね。うん、ちょっと難しいな。センターバックでもいいかな。はい、というわけで、バッ
チリ1万増えましたね。2万7000の数値に化けました。はい、ザン戻します。3人レンタルしました。ポジションはフォワード高原、トップ下森島、そしてボランチサウルニゲス。ちょっとこのね、褒めコンに関係するところをやりたかったんでこうしました。縦1列全てのポジションに1人レンタル入ってます。本当はね、ゴールキーパーかセンターバックかにはちょっとね悩んだんですけど、やっぱりこの山形スタイルなら守れるだろうと、それから得点が取れないんじゃないかということで、ちょっとなるべく攻撃の方に重きを置きました。さあこれが功を奏するんでしょうか。2万7000の数値でミッション取りまくりたいと思います。さあどうなるかは分かりませんが、次回、今回の動画は多分ここで終わりになると思います。この方法で J1 残留できるのでしょうか。そして J1 のミッションはどれだけ達成できるんでしょうか。乞うご期待。はい、じゃあ結果までカットお見せしましょうかね。相手はジュビロ磐田。今はねちょっと完全にミッションをね取りに行きたいということで、ここら辺は戦術じゃんけんの方に合わせております。褒め込んで伸びる数値も3000ぐらいしかないのでね、それだったら戦術じゃんけんの方が上かなと、そう思っておりますよ。じゃあこれでちょっとミッション2つほど開いていただけないでしょうか。ちょっとね、Jリーグだけでスタメン組めっていうのはちょっとね、レンタル使っちゃってるんでね、これはもうちょっと後回しにして、今勝てっていうのと、まあ、2点差以上もしくは無失点、これを優先して取っていこうかなと思っております。はい、ありがとうございます先生。さあジュビロにはまだ勝ってないみたいなので、ここでもう1点決めてね、ちょっとこうミッション2つ、うわー1個か、残念。まあでも勝った勝った。あ、ルーリーを怪我しちゃったんですね。はい、最終節見事に勝利で終わりましたね。さあ最終順位の方をちょっとお見せしたいんですが、はい、J1 最終節終了。順位は12位ということで、当初の目標通り残留にこぎつけましたね。いや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 、よかったよかった。アントラーズが優勝だそうです。あ、コーチ、いや8人も手に入る。あ、これ覚醒できるかも。これはもう無理だな。これはもう参加しません。いないでしょうし。さあ年俸の支払いいきましょう。うわ高いっすね。これサウルニゲスとかここら辺返したら年俸払わなくていいのかな。そんなことはない、さすがに。やっぱ年俸払わなきゃダメ。森島とか高原とか。選手放出できるんだ。要はじゃあちょっとこれはここでやらなきゃいけないのかどうなのか分かんないので、ちょっと一旦切ってみます。なるほど、分かりました。レンタルの場合は年俸を払い続ければいいんで、最初の契約金を払えば安いんですね。だからこんな適当な選手を今3人入れちゃったんですけど、契約金ってのもかかるんですよね。例えばバランだとほら契約金に180万、ただ2年目以降は年俸しか払わなくていいんですね。なので、まあ、レンタル移籍とは書いてありながらも、実質ずっと置いとくことも可能なのか。
なるほどね。まあ、返さなければずっと入れっぱなしでもいいんだ。さあ、どうしたもんかね。それを考えると、今私、レンタルを3人やっちゃって、今、高原をこっちに来たんですけど、これ完全に浦和Q がこっち来た方がいいな。浦和Q だったな。で、サウルニゲスじゃなくてハーグリーブスだったな。やっちまったな。いろいろ間違えたな。いろいろ間違えたな。まあ、間違えちゃったのは間違えちゃったでしょうがないとして、じゃあちょっと、今ね、ゴールキーパーのね、ドフをこっちに持ってきちゃおうかなと、どうせ使わないし。ただ、直接ね、星4のゴールキーパー取っちゃったんでね、あれを育てたいっていう気持ちもちょっとあるんで、今回はちょっとお金かかるけれど、もう一回ちょっと選手獲得し直しましょう。なので、ここら辺にいる選手、特にサウル・ニゲスはちょっとお役御免で返しましょう。ダメでした。ちょっとこれ一旦カット。払うのがちょっとバカらしいので、レンタルの選手を返しちゃいます。ちょっと損しちゃいましたけれど、まあいい勉強代だったということで。で、高原さんに関してはまだちょっといてもらいましょう。来年も高原をフォワードで起用します。ただ、森島とサウル・ニゲスに関しては返します。ちょっと話が変わってきたぞと。じゃあちょっと返します。サウル・ニゲス返します。え、何これ。 J モード編成中選手のため、ちょっとねお金もったいないんですけどね。移籍が終了で、森島も返してあげます。そうすれば来年のね、年俸分は払わなくて済んでるはずです。さあ、絶賛固まってるところですけれども。よし、この二人が帰りましたね。で、来年に進めちゃいましょう。で、年俸の支払いちょっと安くなると。ただ、来シーズンも高原は使いたいんですね。なので、もうほら、22万5千円払えば、来年も使えるってことになるんですね。ということは、契約金は発生しないので、毎年この金額で高原を使い続けることができると。ってことは、これ、レンタル移籍っていうよりかは、ほぼ完全移籍と捉えてもいいのかな？ね、つまり5人は、常にこの J リーグモードに置きっぱなしにすることができると。レンタルっていう感覚ではないですかね。要は、ね、これ完全移籍と脳内変換すればいいわけですもんね。じゃあ福田正宏もこっち入れていいかもしれないですね。なるほど、なるほど。ちょっと、感覚が違いましたね。じゃあちょっと年俸は支払って次のシーズン行きましょう。あ、ベルディが昇格しました。ベルディはまだミッションが達成されてないので、助かります。はい、というわけで、次のシーズンになりました。ちょっと一旦 J1 を押すところから、スポンサーがあるからね、スポンサーもちゃんと契約して、ちょっと増えるでしょう、お金が。増えましたね。70万のスポンサーになりましたね。で、はい、こっからよ。で、まあ、いい選手はいないと、いつもの通りね。で、人事から、レンタル選手。本当はね、ドフもね、こっち連れてきたかったんだけどね。というわけで、マグが今やりたいのは、こちら、ハーグルーバスの星5を持ってきちゃいます。いくらすんの？ほら、ほぼこれでもう今シーズンの補強終わりですよね。あ、森島返さなくてもよかったか。あ、ちょっとやっちまったな。森島返さなくてよかったな。やっちまったな。まあいいでしょう。契約する。
うわ高い、まあ、使うことのない選手になってしまったので、ハグルーバス選手 J リーグモードの方で頑張って活躍してください。でこっちで言うと、ここのポジションにね、ハーグルーバスがスルッと入って、褒めコンが発生するので。はい、これでスルッとこう、ハーグルーバスがこのポジションに入るわけですね。あれなんか、あ、アタッカーとクロスハー、これでまあ山形スタイルと。ただお金がね、やっぱり一気になくなっちゃいましたね。200万はかかるんですね。まあただ、次の年からは契約金を払わなくていいっていうことが分かったので、こっから1年に1人星5の選手連れてきちゃおうかなと思います。でちょうどね、星5の選手も使わなくて余ってる選手もいっぱいいるんでね、ダブリとかがあるんで、ちょっと検証しようなんていう話もあったんですけど、検証じゃなくてこっちに渡してもいいかもしれないですね。特にあのワールドカップの報酬とか、あと星5をね、星5スカウトとかいるじゃないですか。あれもね、なんだかの今のハーグリーブスもそうなんですけど、使わないんですよね。なのでそこら辺、こっちに混ぜるっていう風にちょっと考えていきたいと思います。で、さらにもう一個やりたいのは、で、次のシーズンに向けてやりたいこと、もう一つあったんですが、実はですね、今回やったのが、大黒を実はですね、RTW ワールドの方に移籍させて、留学させてきました。決定力20丸。で、こういう風にすれば、ほんのちょこっとだけでもね、選手が強くなるかもしれないということで、また何人か連れてってですね、ワールド版の方で留学させるため、3人ぐらいちょっと連れていきたいなと思います。このフォーメーションで起用されている選手の中ではね、ちょっとこの左サイドバックの上里とか、水本とかも持っていっちゃおうかな。あとはポジションがちょっとね、被ってるところだったら、まあ、ゴールキーパーの林も持っていっちゃおうかな。そういうのでちょっと頑張って選手強くしていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこれでカット。はい、ジュビロ磐田に敗れてしまいました。ここで J リーグ最終節おしまい。9年目の J1 が終わりました。さあ順位は何でしょうか。13位、残留ちょっとね、今ミッションを優先してるっていうこともあって、結構無茶なね、戦術で試合してます。まあ、残留できれば全然構わないと、まあ、そういう感じになってますね。来年はまだまだ、ミッションを中心にやっていきたいと思います。まだね、やっぱりホームスタジアムを大きくしたいっていうのと、おー、コーチ見て、やっつっていうのと、あとね、やっぱり観客動員数をね、上げていく。まず最初にやりたいことはそっちをね、優先しております。そろそろね、誰かしら選ばれてるかもしれないけど、まあ、まだ出席しなくていいでしょう。あ、2位や。2位でやんの。で、今年からあのナビスコカップって言わないんだっけ今。もう久しくナビスコカップに出てないんだよ、我々のチームが。だからね、その J1 のカテゴリーが分かんないんだ。ルヴァンカップだ、ルヴァンカップ。そう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 ね、あれも出れたんでね、ミッションの回収もできるんじゃない。うーわ、年俸カツカツやん。すごいですね。おい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 、一年間頑張って、年俸と収入が、どっこいだぞ。おい、大丈夫かこれ。で、星5、ハルグルーバス選手のおかげでね、だいぶいい感じになりました。星5の選手、来年も持ってきたいんですけど、お金あるんでしょうかね。来年もじゃあカツカツでやってまいりますよ。そして中村俊介、
この年俸で毎年雇えるんだったらいいか。去年はね、契約金でちょっとお金取られてるってこともあって年俸カツカツなんですけど、うん、大丈夫じゃないかな。支払う。うわー、お金が。はい、というわけでこんな感じ、Jリーグカップだったね、ルヴァンカップじゃなくて、が行われたんですけど、ちょっとね、予選敗退になっちゃいましたね。これは6試合やれたんですけど、もっと試合やりたいですね。ニューイヤーカップも同様に、カップ戦はコーチ手に入るんでね、コーチとかね、あとスタジアムの施設とかも手に入るので、ちょっとやっておきたいですよね、もっとね。はい、では、今回の各選手の評価なんですが、まあ、6.0 と呼ばれる9大点の選手は、あ、ハーグルーバス 6.0 いかないんですか。いや、星5なんだから、あんた頑張りなさいよ、なんて言ったりしてね。あ、小笠原光雄もアシスト10いったね。しゅんちゃん、中村俊介、6.1 いきましたね。セットプレーを蹴れる選手が出てきたんで、得点が上がりましたよね。高原も22ゴール。うん、いいんじゃないですかね、これでね。まあまあ、わりかし頑張りましたね。うん。はい、じゃあ次へ。でじゃあちょっとさらっとおさらいしたいんですが、 J リーグカップ、ちょっとね、組み合わせに恵まれませんでしたね。ルヴァンカップ、ルヴァンカップっていう名前は変えないんですよね。名古屋とマリノスと川崎フロンターレということでね、ちょっとあんまり、相性良くなかったかな。はい、で次は残念、クラブエディットなのかな、何でやれるのかな。ミッションをね、達成したので、ちょっと、やっぱり、ここまで来たらね、変えたいものがあるじゃないですか、一つ。こちらですよ、変更エンブレム。東京ヴェルディ、何これ。J リーグクラブのユニフォームとエンブレムは、セットとして同クラブのものが使用されます。ユニフォームとエンブレムを個別にエディットすることはできません。ああ、いいです。それ構いません。ピンクユニが消えちゃうのか。おー、ヴェルディのユニフォームになってる。ユニフォームもヴェルディ、あ、まあ、ピンクなんだ、やっぱり。うん、まあ、それはいいです。それで。わざわざ作ったんだけどね。これで変更と。おー、名前は変えないよ。で、これで、ヴェルディのエンブレムゲットしました。さて、9年目もう一つお伝えしたいのがミッション。ここまでね、覚えられましたね。まあ、ざっと見てみると、まだまだいっぱいあるんですが、これを見てみると、セレッソ大阪、FC 東京、柏レイソルには一度も勝ってないということがわかりますね。1個でも勝ってれば、1個目のね、ミッションもらえるんですから、もうこれ、意外だな。柏と FC、てか FC 東京に勝ってないって超ムカつくんだけど。まあ、来年勝ちましょう、来年ね。はい、というわけで、またね、ミッション、せめて5増やして、メガスタジアム A まで行きたいですよね。うん、そっから先はもうね、秘書の獲得とか、エンブレム J リーグキングの獲得とか、今考えてみるとこんなんいらないんでね。J3 のミッション4つ残しちゃったけど、まあ、この156まで行けば別にいいかなっていう感じしますね。あ、秋元雫の獲得とか別にどうでもいいし。まあ、トロフィーコンプを目指してる人、トロフィーなんてねえか。プレイステじゃないんだしね。じゃあ、まあ、こんな感じで、じゃあ、次のシーズン行っちゃいましょう。まあ、ミッションはね、とにかく今の156までを目指してやって、その後、J1 の優勝を目指すと。そういう風にしていきたいと思います。ちょっと J1 を選んで。お金がないとちょっとレンタルもできないですよ。はい、じゃあ、J1 に参加させていただきます。スポンサーなんか増えてないんだっけ？どう？あー、これは無理か。200万ぐらい必要だったよね、確かね。ちょっとね、今回もまたエージェントじゃないです。レンタル移籍でちょっとごまかしたいんですね。1年に1回、星5の選手をレンタルしたいなと思っていたので、今のところ中村俊輔に関しては、このまま継続させていただきます。フリーキッカーがやっぱり重要なんでね。で、もう一人取りたいのはやっぱり
星5でマグのチームで余っている星5をね、ここに入れたいっていうのが前回も言っていた通り。どういうこと？一人しかいないけど国籍で縛ってましたね。そう、余ってる選手がね、星5の選手の中で結構余ってる選手がいるので、その選手たちをこっちに持ってきたいなと。モンディエナとかも余ってるんでね、これもこっち上げてもいいかななんて思ってます。あとピアジオとかね。だから中村俊輔は今いるけれども、後々はロベルト・バッジョにしちゃおうかな。で、今送りたいのはドフなんですけど、あー、お金足りないわ。あー、残念。あー、お金足りないのか。じゃあまあ今シーズン10年目はレンタル移籍なしで、このメンバーでやってきて、まずお金貯めようじゃ、今年はね。うん。で、ここら辺の、スカウト、全然、エージェントとか雇ってないけど、もうちょっとね、星4の選手欲しいですね。はい、じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。で、今のね、じゃあ、選手じゃない、今、主に使っているのが、こちら、山形スタイル。これが、今のマグの、最強のメンバーと言っていいんじゃないでしょうかね。違いますね。トゥーリオがいないんですね。トゥーリオを今レンタルに出したのかな。あ、レンタル中ですね。じゃあ、戻ってきてからトゥーリオをここに混ぜたいと思います。多分3万までは行くのかなと思います。で、これを中心に引いて守って戦って、先日じゃんけんでこれ使いたいけどね、星1なんでね、ここら辺がね。だからまあ、正直、これはあんまり使ってないです。で、あともう一つ、名古屋スタイルがちょっと、まあ、3万超えてるんで、名古屋スタイルも現在使ってます。352ですけどね。まあ、山形スタイルより数値が上ってこともあって、名古屋も今使っております。そしてもう一つが、ミッションでね、J リーグの選手を使うっていうのがあって、そのフォーメーションはこっちを使ってます。で、後半頭から、レンタルの3人がドワッと入るという、そういう格好で今、ミッションをこなしています。はい、じゃあまあ、今回はこんな感じです。さあ、J1 の優勝は一体いつなんでしょうか。YouTube の動画に J1 の優勝をお伝えするのは、年内は難しいかなと思います。来年までお預けかと思いますが、ね、こんな、ぬるりとやっている J リーグ、これからもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。強化もしてねえんだな、俺。あ、覚醒できるー。